はい。では、アイスダンスちょっとデコボコ解説やっていきたいと思います。フリーランス。アイスダンスね、今回のフランス大会フリーランス面白かったですね。結構皆さん良かったと思います。うん。はい。えっと、では、あの、話していきたいと思います。デコボコですか中止がてくさよ。えー、まず、フランスのナターシャとアルナルト。僕、この組すごい好きなんですよ。注目してますね。えー、しかし、 まああの曲がこれ、リバーとベストパートっていう曲だったんですが、まあ、ダイダイオナルステップはレベル1、レベル1、まあんまりね、昨日あのリズムダンスから取れてなかったですね、あのただ、これをキャラクターの開拓のところは男女とも良かったなと思うんですが、もうちょっと欲しかったですね、もっと欲しかった、うんはい、154.67ですね。うね、ん。 もっと新しいもの見てみたいかな。うん、次、えっ、ー、と、アメリカのロリーヌ、ロレインとアントン、24歳、25歳の組。チャルクボートで、この曲いいっすね。この曲好きです。知ってますね、この曲。あの、うん。いい選曲だと思いますよ。えー、素晴らしかったし、素敵でしたね。164.25ですね。このアメリカのこのロレ,ロレインとアントンの組のプログラム良かったと思いますね。まあ、静かな感じでしたけどね。 うん、はい、こ、えー、ういう感じで続きまして韓国のウリムム感良かったあのウリルムンのシェラブールの雨傘最高でしたねあの今大会かなりインパクト残った、えー、いい一番ていうか、まあ、かなり残りましたね、うん、あのダイアゴナルステップもレベル3とレベル2にすごく良かったしコリオハイドロムーブも素敵だったなと思います。 それから、これをダンスリフトが、なんかすごい、こう、最後、一番最後、二人でギューッとこう、なんかなって、グーって、これをダンスリフトしてたの、すごく、なんか珍しい感じで、こういうの面白いですね。工夫もあってよかったなって思いました。えー、だから、よかったですよ、すごくね。リム感、印象残りましたね。うん。前回は、ちょっとイマインしちゃったんですけど、今回は、かなりインパクト残ったんで、素晴らしい、好きです。リム感、で、点数もね、上げた。 173.85でね、ガッツポーズ出ましたね。うん。順位これ2つ上げたかな。うん。よかった、よかった。テクニカルで3つ61点台。うん。ただ、マイナス1点があね、なんだどっかの秒,秒数オーバーしちゃったのかな。でも、すごいよかった。任務感最高です。フランスのマリエット・トーマス組、23歳と23歳の組ですね。メカニズムスっていう曲、これ最近流行ってますよ。えー、最近ね、この曲、あ,あの、 ウエズオレナさんのフリーの後半とか、えっ、ーえー、と、杉山美君の後,、えー、後半の曲だったり、これ結構最近使ってる人です。このプログラムいいっすね。このプログラム、あのこのマリエとトーマス、不思議な踊りで面白かったですね。すごい個性的な踊りで、あの最初から、ね、男性が女性を持ちながらこう、こういう、男性が下向きながらこうっ引っ張っていくシーン、女性を引っ張っていくシーンなんか、なんかちょっと面白いですね。なんかあんまやってないですね、こうね。 で、出だしも良かったんだけど、でもツイズルがちょっとずれてましたね。ツイズル、ずれた。うん。サーキュラーステップはレベル3、レベル2高速を打ち出てましたね。で、167.62で点数も出なかったですね。まあ、ねうん。はい。まあ、でも、あの、まあ、好きです。あの、面白かったですね。結構今回面白かったですね。アイスタンス。うん。次、スペインのリビアとティム。もうこのプログラムもおなじみですね。エルビス・プレスリーのプログラムですね。うん。 最初これ、これをジャンプ、アシスティッドジャンプ良かったですね。あの、ピョーンってジャンプしたり、非常に面白いパフォーマンスで、えー、これいつも、あの、はい、見てます。で、えっ、ー、と、ツイズルが女性ちょっとミスっちゃいましたね。もったいなかったね。うん。ダンススピンは、あの、の直前もなんか面白い動きがあったと思いますね。えー、ビットラインステップは速報値レベル2、レベル2でしたね。で、これをスライドのところで男の男性がちょっと すなんかミスったようにも見えたね。ちょっとだけわ、ね、かんないけど、最後の方ね。うん、166.58で、前の2人を上回ることができなかったですね。うん、でも、なんか面白いですね。うん、はい、えー。これをキャラクターのところも激しかったです。で、こっからが最終グループで、えー、カナダのマリ・エト・ロメイン、26歳、28歳の組ですね。えー、コルプス・バーズ、これコメディの曲で、この組はなんか、 えっとちょっとかなんかティム・バートンのような曲でしたね多分ティム・バートンではないと思うんですよなんかね骨の感じがあった骨なんかお化けの感じがあったねティム・バートンなのかなちょっとわかん。でもね女性のねスカートがなんかお化けっぽくなっててなんかヒューっていうこうなんかなんかね衣装のスカートがなんかちぎれちぎれになっててそのなんかスライドとかするとなんかスーってこう余韻を残すような,なんかお化けの感じがあって ちょっとこう、なんか、衣装危なかった、引っ,っかかりそうで危なかったんですけど、なんか、衣装がお化けっぽい、なんか、ティム・バートンっぽい感じ。でもティム・バートンじゃないですね、多分。コルプス・バーズ、ブリーズってプライズって言うと思います。ティム・バートンっぽいんだけど違うのかなうん。まあ、いっか。えー、まあ、最初のコれオスピンから面白くて、なんか、見入っちゃいましたね。ロテーションリフトからステーションディフトもユニークだったし、すべてユ,ユニークで、なんか面白いですね。うん。はい。 えー、ダイアゴナルステップはレベル2、レベル1でした。面白かったですね。182.61でしたね。えっ、ー、と、この国が5位ですね。はい、最終的にね。うん。はい、面白かった。衣装も、あ衣装、衣装だから女性がちょっと危なかった。なんか、こう、なんか,引か,か、引っかかりそうだと引っかかりそうで、怖かった。うん。7番目、アメリカのこれ、カレポノであってるかなカレポノ。 クリスティーナとアントニー。え、これはカレポノかなうん。カレポノさんはドラマチックでしたね。パフュームとストーリーオブなんとかっていう風に、ワンフットタンがレベル3、レベル2をもらってましたね。ドラマチックな感じで演じてくれたなと思います。エッジワークも良かったように見えましたね。え、186.70で4位ということになりました。うん。次、えっ、ー、と、地元フランスのロパブリですね。 ロパブリはね、曲、これ、楽万里の曲です、別ですエレジーと金ですね。エレジーと金。ラグマリの曲です。うーん。ちょっとやっぱよ、よ、良かったんですけど、ちょっと荒削りだったよ,よ見えたかな、今日はね。あの、なんとなく僕の感想ですけど、前の方が良かった気がするな。なんとなくね。ちょっとわかりませんけど、ちょっとね、荒削りにも見えたかな。うん。 テクニカルエレメンツ62.59で、PCS は51点で出てますけど、まあ、もうちょっとなんかできるかなっていう印象はあったかもしれないですね。ダイ、あの、ダイアゴナルステップも女性はレベル3だけど、男性レベル1でしたね。速報値はね。で、190.8にラパブリーは3位でしたね。はい。うん、もうちょっとなんか欲しかったかな。うん。はい。次、10番目。 え、カナダのローレンスとニコライ組。31歳と34歳の組ですね。え、曲はダムパリね。うん、衣装が本当になんかあの、なんかこう、また何かいい感じで、なんか渋い感じの衣装がね、緑色っぽい感じで良かったですね。で、ワークとダウンが入って、レベル2、レベル2で綺麗なエッジワークだったなと思いますね。 あの、素晴らしいエッジさばきとかで良かったなと思います。なんか、劇場を見てるような感じでしたね。で、この組、確か、どっかフィンランド大会だったか忘れましたけど、かなり良くなかったんですよね。特にアイ、あの、リズムダンス良くなかったんですけど、フリーで巻き返した気がしますね。うん。だから、まあ、あの、どうなんね、こんな、こんなにこの組良くないわけないと思ったんで、まあ、今回は、えっと、フランスで大会2位、205.15で2位でしたね。素晴らしいエッジワークだったと思います。 で、10番目最後に、えっ、ー、と、イタリアのギアファブですね。ギアファブ。シャレンキナ・マルコですね。この組34歳、35歳でベテラン。この組もベテランの組ですよね。The Story of Everything で、特にアライバル・オブ・ザ・バースリーとかも滑ってまして、あのー、最初の、これ、まあ、朝日とか、まあ、中盤かな最初か、あたりの、まあ、カーブリフトからロテーションリフトとてもステ素敵だったなと思います。素晴らしいですね。 で、サークラーステップもレベル4が取れてたような気がしましたねそこをさ。サークラーステップ、女性レベル4、男性レベル3で、ワークトターンもレベル3、レベル3が速報値で出ました。レベルが結構取れてますね。GOE も素晴らしく出てるような気がしましたね。はい。214.54でギアファブトップですね。 あの、まあ、よか、あの、まだね、詳しくはないんですけど、でも、あ、なんか違うのか。やっぱトップ選手違うなっていうのは、まあ、ちょっと分かってきた気もするけど、まだわかんないところもあるから、今回は、まあ、納得というか、まあ、そういうもんなのかなっていう感じですね。うん。はい。だけど、ぶっちゃけていいですか。あの、リムンの調べるの長さが一番良かったですね。はい。あのて、点数っていうことじゃないよ。あの、印象的にね。なんかそういうもったね。 うん、でもね、あのー、これも好きですね。マリエとロメイカナダの、えっと、コープス・バー・プライズ、よかったですね。良、うんあのー、かったですよね。うん、点数がに納得いってないっていうわけじゃなくて、なんかそういうとこありましたね。うん、はい、デコボコ解説でした。